はいどうもー、今回はエイリアンスキンをカスタムして実用的なスキンを作っていくということです。これだね。まだ何も解放してないわ。カイメラ、あ、こいつの光線銃だったの。こいつなんだ。こいつの持ち物だったんだな、あの光線銃は。歯だ。やば。これちゃんとカモフラ精度のある色にしないとな。いや、俺ピッコロ好きだから緑だな。服のところはもういじれないのマジ。アーマー、ゲーミングの色を変えれるだけか。これのためだったな、エイリアンアーティファクトって。まあ統一しとこう。えぐ、これこの入れ墨みたいなやつ、これはこれでいいだろう。頭、下部、頭、上部。いや、実用的な細い感じのスキンにしたいからこれだな。よし。やば、これパイレーツ・オブ・カリビアのボスじゃん。いや、ヒゲもやばいな、見た目。これ実用的だな。これだな。目。うわ、怖っ。ガチ怖いじゃん。いや、怖すぎだろ、これ。緑にしといてやるか。あ、これなかなか実用的なスキンになったんじゃないの。ああ、うん、実用的だ。よし、遊んでこう。マジか。エイリアンアーティファクトってこれのためだったのかよ。あ、強くね？めっちゃ強くねこれ。めっちゃ擬態できてるけど。バーキー。大体緑だから普通に強いかも。大会で出てくれ。何パーなんだろう、金ポンプが普通の宝箱から出る確率って。今シーズン初めて引いたかも、普通の宝箱で。爆運なんだけど。もう宇宙人です。えっ、壊れるんだこれ。知らんて。プラズマクラスターだ。てかマジでやばいなこの金ポンプ。え、どこ行くね。おっ、プラズマキャノン。なんで壊れたんだよ、さっきの自販機。じゃあ早く緑の場所歩きたい。もっとカメレオンみたいに場所に合わせて色変われば面白かったね。なんかバナナ覗き込んでる。What are you doing? めっちゃ資料持ってる。優秀だなお前。てかプラズマクラスター、建物にも強くね。あ、出てるわ。もう見えないでしょこれ。いや普通に強いわ。えっ、嘘だろお前。こいつ諦めたぞ。ショットガンまぐれで頭パーンポポポポーンで倒せるのにワンチャンがあるんだぞお前。HP フリーになったからって抜けるのやばいな。でも抜けても結局キルになるからね。2年半前ぐらいまでは抜けたらキル回避できたけど、違うんすよね今は。体残っちゃうんで。手がやばいな金ポンプ。どうもピッコロです。あ、エイリアンにエイリアンつけよう。やばい、エイリアンと戯れてるシーン見られた。ありゃー。あ、ダメじゃんこれ。これじゃあグリーンマンじゃないわ。動力やべえ、このエリアの頭。焚き火で外しとくか。空の大会マジで全員これつけてた、頭に。ガチでダメージ回避できるわ。いや、外れるまでこれで遊ぼう。え、開かないんだ、屋根で。いや、もう確実にエイリアン様々なんだけど、今の。No, no, no, no.